ビッグベネディクトの作り方をご紹介します。まずはじめにオランデーズソースを作ります。バターをレンジにかけて溶かします。卵黄をボウルに入れて泡立て器でよく混ぜます。溶かしたバターを少しずつ入れます。分離しないように数回に分けて入れてください。塩コショウで味を整えます。レモン汁を入れます。湯煎にかけて泡立て器で混ぜます。もったりとしてきたら完成です。次にポーチドエッグを作ります。沸騰したお湯にお酢を入れます。酢には白身を固まらせる作用があるので失敗しにくくなります。泡立て器でかき混ぜて渦を作ります。弱火にしてから渦の真ん中に割った卵を静かに入れます。白身が徐々に固まってきます。このまま2分間茹でます。キッチンペーパーの上に上げて水を切っておいてください。渦を作って卵を入れると卵は散らばらずに真ん中でまとまってくれます。渦を作らずに卵を入れると白身が散らばってしまいます。強火のまま卵を入れるのも失敗の原因になります。弱火にしてから入れましょう。イングリッシュマフィンを半分にカットしてトーストします。トーストしている間にベーコンを入れます。